で私はですね、この II アイ,アイアスシ i a を通して、日本から世界のリーダーをというのが、ここにいる意味です、私が。日本人というのはですね、自然と非常につながりがある国です。でかつ、東洋の文化、まあ、仏教とかですね、普通に入りますし、西洋の文化、クリスマスも普通に入ってますよね。こういうですね、日本というのは東洋でもない、西洋でもない、世界をつなぐことができる民族なんですね。だからこそ僕はですね、日本から世界をつなぐ。 そういうリーダーを作っていこうというのが、この II アソシエ c i, I. で私がやりたいことです。ええー、今ですね、私たちは時代の大きな分岐点にいます。このスマホがですね、登場しました15年前です。で、これが人類の社会を大きく変えています。非常に便利になりました。豊かになりました。じゃあ、考えてみていただきたいんですが、トイレです、これは哲学ですから。じゃあ、文明が進化して、 便利になって幸せになったんですか僕らの若い頃はですね、科学を発展させる、そしてお金儲けするっていうのがもうゴールでしたから、生きる意味でしたから、六本木ヒルズでした、ヒルズ族なのみたいな感じですね。しかしどうでしょうかね今です。まさに精神不安定時代です。みんながみんな共通のゴールに向かって生きるような時代じゃないんです。 そして、一年後の未来すら予測不能です。つまり、未来は希望に溢れているのか、絶望なのか、もう見えない。本当にやりたいことなんだろう。心から満足で,できる自分ってどんな自分だろう。これはですね、簡単に答えが出ますかそう。出ないんですよ。だからこそです。今やもう、外側には答えはないわけです。 内側にこそ答えがあります自分の内側にある答えを探す以外に、この時代を生きれるような強さってないんじゃないかと思うんですね。さあ、改めてですね、こういった哲学をですね、まさに広めていこうとしている、まあ、20年間やってきました。ただね、IA アソシエツはですね、時代を先取りしすぎです。必要なかったんですよ、昔哲学は、正直言って。もう勉強したい人の,のみのもの。昔は正直言って、お金稼ごうぜ、イエーイってよかったから。 会社を大きくしようぜ、イエーイ会社を醸造しようぜ、イエーイで済んだからなんですよ。でも今こそですね、この内側の答えですが必要な時代に、アイアイアスレチスは私が理事長になりました。設立は2015年四月8日です。本当にこの20年ですね、誰からも相手にされない中、頑張ってくださったアスレチスをそういった皆さんですね、感謝しています。奇跡ですよ、この会社。本当に残っていることがです。と思います。ゴールは120万人この発展です。 シンボリック講座は実践哲学講座の II 講座がシンボリック講座です。そして私は日本から世界でリーダーを、これをアソシエツの象徴にしています。それをつすみはですね、実存哲学、ユング心理学、引用思想、自然界の知恵を15年間、約5万時間という膨大な時間を費やして、自分を知る、 実践哲学の体系化に成功したんです。僕もリードしてますけどね。まあ、なんていうか、よくぞこういう講座を作ったなと思うぐらいです。どういうことかというと、僕も教育をしているので、つい僕もやっちゃうことがあるんですよ。何かというと、それは答えを教えたくなるんです。 でもこの自分を知るためには他人の答えはですね石ころなんですよ自分で出した答えがダイヤモンドです津泉、えー、さんが作った講座ですねこの自分の内側から自分のダイヤモンドを掴むっていうですねそういうセンスなんですねこんにちは津泉久美子です哲学は楽しい 面白い、簡単この本で一番伝えたいことは自分の本音に忠実に生きれる本ですどうぞお読みください